かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーでさまざまな出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐薄涼のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。走り、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が。了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろ。やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。ポッ、弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。さねえぞ麦わら。諦めない。俺とルフィは止められねえよ。ホワイトストライク。なんでここにいるんだよ。話は後だ。協力して片付けちまう。
行くぞ！ オーケストー！
できねえ。早いとこ海軍を巻かねえと。Yeah!
おかげでさっさと片付いた。切れると思うな。敵を撒くぞ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか？ああ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も？生身の人間に？そうさ、負け負けだった。
でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって？こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、髪切るじゃんか。そいつ思ってろ。ずっとだ。その髪切れが、俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと、兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか？ああ、俺は今、重罪人を追ってる。もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は隊長の俺が始末をつけなきゃならない。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会うときは海賊の高みだ。エース、またな。来いよ高み。